これはこれは勝先生、幕府のお偉いさんがこそこそおいでになるとは。ここらで薩摩に鞍替えでもする気でっか。あんたに身の振り方相談するためにわざわざ今日まで来たわけじゃない。いつまでたっても動かない薩摩芋の尻を叩きに来てやったんだよ。相変わらずやな、勝藩は。理想だけの長州が突っ走ったところで幕府は倒れない。これからは薩摩の武力が物を言う局面だ。とても幕府の人が口にするセリフとは思いまへんな。今日は腹の探り合いはなしだ。私が本当は幕府側の人間でないということは知っているのだろう。ま、なんとなくは。これまで上の連中に異国に負けない国づくりを訴え続けてきたが、奴らの固い頭は変わらない。ならいっそ幕臣という立場を利用して幕府を中から破壊してやろうと思ってな。ほう。手を組め西郷。うちにいる私と協力し、外から幕府を叩くんだ。幕府に戦争を仕掛けろ、チュンデッカ。ああ、戦争に勝った暁にはあんたは新しい国の頂点に立てる。悪い話じゃないだろう。それに今日はあんたらが戦に勝てるようとっておきの武器を連れてきた。武器？この男はイギリスの武器商人と深いつながりがあってね。その気になりゃ江戸城を一日で落とせるほどの武器弾薬を調達できる。土佐脱藩浪士坂本龍馬だ。坂本龍馬。新選組の屯所に行くのか。ああ、それがどうかしたか。ちょっと気になることがあってな。なんだ。お前が池田屋で桂小五郎と話したって内容のことだ。奴は竹地からお前の素性を聞かされていたんだったな。ああ。だとするといずれ桂はお前の正体を新選組にバラしちまうんじゃねえか。どうしてそう思う。所詮桂は長州の人間だ。その長州にとって新選組は天敵。三番隊の隊長が勤皇派の大物と兄弟分なんておいしいネタ放っておくはずがねえだろう。奴が俺の素性を組に密告すると。そうすりゃお前は松原の二の舞だ。三番隊隊長は粛清。長州にとっちゃ新選組の戦力源は願ったり叶ったりのはずだ。桂はそういう手を使う人間には見えなかったかな。でもよ、どのみち桂がどう出ようが俺が新選組の中で動ける時間は限られてる。どういうことだ。俺が天然理心流を追っていることは池田屋で幹部たち全員に知られた。ああ、そうだったな。今のところ新選組にとって俺は戦力になっている。少しでも必要とされている間は粛清されることもないだろうが。残された時間はあとわずかということか。だから少し強引にでも覆面の男に迫る必要がある。時間のある限り新選組に顔を出してあの男に近づかなければ。近藤勇のことか。相変わらず接触できてないのか。ああ、屯所にもまるっきり顔を出さねえ。
お前が見たとこ一番怪しいのはやっぱり近藤か。東洋様をやった覆面の男は。さあな。だがそうでなかったとしても近藤なら覆面の正体を知っているはずだ。ああ、天然理心流の元締めなわけだからな。近藤も局長である以上いつまでも姿見せねえってことはないだろう。その機会を逃さないためにも俺はなるべく豚書に顔を出すつもりだ。もう引っ込んどるやこれ。わしら近藤出せ言うとるんじゃ。斉藤君、さっさと入れ。おお、待て、わしらも仲いらんかい。局長は多忙につき不在、先ほどからそう申し上げとる。なめとんのかボケ。わしらは京都見回り組や。浪人風情が誰に向かって口聞いとるんじゃ。佐々木さん、キャンキャン泣いてないで、あんたらも手軽が欲しけりゃ自分たちで汗かけや。寝ぼけんなよこら。池田屋でカツラ取り逃がしたんが手柄か。その責任はどないする言うとるんや。京都見回り組、まだ粘っとるらしいな。見回り組、門の前で騒いどった連中へ、知らんのか。ああ、あいつらは要するに家柄のいい新選組。新選組は浪人の寄せ集めやが、京都見回り組は烈気とした幕府の家臣で組織されとる。せやから連中、新選組にだけは負けたないんや。意地の張り合いか。大声出してたんが、見回り組の佐々木忠三郎いう男や。大口叩くだけあって腕は立つ。あんたから見てもか。なあ、あいつは相当なもんや。お前も気をつけといた方がいい。佐々木忠三郎か。それはそうと、池田屋の傷はもういいのか。お前がおらんかったら
あの吉田なんちゃらにやられとったかもしれん。これでも感謝しとる。礼を言うのは俺の方だ、長倉。あ？カツラの剣、恩に切る。そないに気使わんで。本音を言えば、身内で殺し合いするんがこりごりなんや。それは、いつだったかあんたが言っていた芹沢鴨のことか。ああ。何があったんだ。なぜ局長だった芹沢が身内に殺されるようなことになった。あれは俺らがまだ新選組と名乗る前、京都に来たばかりで身振る押し組を名乗っていた頃のことや。その頃はまだ俺ら天然理心流の七人と鴨さんの一派三人を合わせた十人だけの小さい所帯だった。芹沢の一派っていうのは、鴨さんの水戸脱藩以来の同志やった平間重介、平山五郎と鴨さんを合わせた三人の子で、その三人が俺ら天然理心流の門と身振る押し組の主導権を争った。鴨さんは凄まじく剣の腕が立ち、学もある立派な剣士やった。せやからまず近藤さんは鴨さんを自分と同格の局長に取り立て、組織をまとめようとしたんや。土方さんの反対を押し切ってな。それじゃあ土方が芹沢を殺したってことか。さあな、誰が直接鴨さんに手下したかは知らんねえ。近藤藩かもしれへんし、土方藩かもしれへん。いや、それを知る必要はないということや。知る必要がない。お前も新選組で一日でも長く生きたいんやったら覚えとけ。鴨を語るべからず、新選組の暗黙の掟。長倉、あんたみたいな男がなんで新選組に居続けるんだ。俺がここにおるのは近藤局長への恩義。あの人がおらんかったら今の俺はない。昔俺が間違えて人を殺めてしもた時、局長は俺のことを守ってくれた。せやから俺は近藤局長の夢のために仕事ができればそれでいい。それだけ。あんたにそこまで言わせるのか、近藤って男は。お前も一度会えばわかる。近藤勇という人間の器の大きさがな。一度会ってみたいもんだな。豚書にも一応近藤さんの部屋があるんやで。局長の部屋？どこのことだ。豚書の一応